のある気候の中で随分やっていることあるんです。岩手県でも宮城県でもスキムを作ってるんです。ただそれを法律化した方がなお確実なものになるとする部分があるのであれば急いでこれは審議をしていきたいと、はい、というふうに思っておられました。という構えで、民主党国会対策委員長を望むということなんですが、まあ、震災関連の問題です。自民党有田さん、やはり基本的には協力の方向ということなんでしょうか。もちろんそうですね。震災からの復旧復興、原発事故の対処、これはもう与党以上にね、事故、まあ、野党の方がより主導的に国会を動かしてきた、まあ、これからもそういう姿勢で頑張りたいと思います。先週週末この原売法、それから仮払い法も含めて与野党の修正協議がかなり煮詰まってきた、まあ、そういう現場からの報告を聞いております。良いことだと思いますね。特に賠償額確定まで、ね、かなり時間がかかるとすればやっぱり早く現金がね、被災された方、被害を受けられた方が渡るということは大事であります。野党が出している仮払い法、これにも一定の理解をいただけたということでありますので、まあ、感触からすると来週中には、まあ、衆議院の会議で参議院に送れば、もう、まあ、そこの日曜日ですからね、週明けにはというふうに思いますし、また瓦礫の処理は二重論、これはもう与党が、政府がもたもたしているから待ってられないということで野党が出した日本ですからね、積極的にやっていきたいというふうに思います。公明党の柴田さん、はい、まさに仮払い法案とかね、それから瓦礫処理、それから二重論、これはもう野党が共同して出している法案ですけど、今安住委員長の話を聞いて、再編成的な方向でありがたいなというふうに思っております。現場から言ったらとにかく早くやってほしいと、スピードを持ってやってほしいと。それからこの瓦礫で、これなんかまだ 6% でしょ、まあ、第一次補正の、執行率がまだまだ 6% ですよ。だけど本当に困っているわけですよ。本当に困っているにもかかわらず、なぜ 6% しか執行率が上がってないのかというところに思いを馳せればね、いろんなことあるんでしょうけども、まず国が全部責任持ちますよ、国が事業を代行しますよというくらいなことを政治主導でやらないと、このもう瓦礫がねなくなることがまず復旧復興のもう一番一番だと思ってますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。みんなのと山内さん、原発賠償仮払い法案とか瓦礫処理法案、あるいは二重論検査案、ここら辺は与野党あまり意見の違いがないと思いますので、もう速やかに、通さなくちゃいけない法案だと思います。ただ原発賠償支援法案に関しては今の法案のままでは我々はとても賛成できないと。東京電力救済法案、加害者救済法案になってしまっていると、国民に電気の使用量の値上げという形で負担を押し付けるということが前提になってますけれども、その前に東電の資産を売却したり、社員の給与をカットしたり。